カーサセントラル、経済、経営学部の校舎、工学部の入り口、北キャンパスの医学部、法学部、チリ大学とは、チリ最大かつ、最古の高等教育機関であり、アメリカ州全体で見ても同様である。1842年に、かつての植民地時代の王立産フェリペ大学の延長として創設された。しばしば初代総長。 アンドレスベイリョにちなんで、カサデベイリョとも呼ばれる。チリ大学の著名な出身者には、ノーベル賞受賞者が2人存在し、20人の国家元首と、その他にも大勢の人物が存在する。植民地時代のチリにおける高等教育は1622年8月19日に、セートマスアクイナス大学が創設されたことに遡る。百三十八年七月十八日には、 フェリペ5世の栄誉にちなんで、王立産フェリペ大学に改名された。1841年に公共育種だったマヌエルモントは、科学と人文科学の進歩と発展のために法人を設立する考えを打ち出した。アンドレス・ベイリョは、小さな修正を加えて、計画を練り上げ、1842年11月19日の法律でチリ大学を創設した。 地理大学は、正式には1843年9月17日に開校された。この時代には、大学は5つの学部で構成された。人文科学、哲学部、気化学、物理学部、法学、政治科学部、医学部、進学部である1931年までに、学部の数は6つに増えていた。哲学、教育学部、法学、社会科学部、 生物、医学部、物理学、幾何学部、農学、獣医学部、ファインアート学部である。1964から1970年まで、大統領を務めたエドアルド・フレイ・モンタルバや、軍人出身のカルロス・イバーニエス・デル・カンポ将軍、アウグスト・ピノチェとウガルテ将軍のような少ない例外を、除いて、ほぼすべてのチリ大統領が、チリ大学の卒業生である。 1973年から1989年までのアウグストピノチェトによる軍事政権の時代に大学は多くの重要な変化に苦しんだ。1973年10月2日には法令第50号によって大学総長が軍事政権に指名された。大学の統合への二つ目の大きな風は1981年1月3日に訪れ、 もう一つの法令が大学を完全に再構成した。すべての州のキャンパスはすべて分離され、国家技術大学に統合され、現在のメトロポリターナ教育科学大学と、アントファガスタ大学、タラパカ大学、オソルノプロフェッショナル研究所、チジャンプロフェッショナル研究所、フロンテーラ大学、セレナ大学などへの分離が明示された。これらの変化は、大学の政治、経済、 公的政策、知的運動への影響を著しく減少させるために、軍事政権に影響を及ぼしたアドバイザーによって、組織化された。このプロセスと同時に、チリカトリック教皇大学には、チリ大学と匹敵する存在となれる、要重点的な支援がなされた。具体的には、1973年に、チリ大学は、約6万5000人の学生を抱えていた。 今日では2万6千人である。対照的にチリカトリック大学は1973年に約1万5千人だったのが2万1650人以上に増加した。いくつかの私立大学が軍事政権の終わりまでに設立され、これらの機関の一部はネオリベラル経済の傾向を見せた。こうしてシカゴ・ボーイズはチリの経済と高等教育を通した 公的政策への影響を不滅のものにすることを可能にした。大学の編成が完全に再構成されたにもかかわらず、地理大学は地理の最も権威ある大学の一つとして、現在も威信を保っている。地理大学は国内の様々なサービスや制度に関して様々な責任を負っている。ありがとうございます。